レリアシンダーズ10周年、記念コンサートにおいでいただきましてありがとうございます。第2部の大変でございます。第2部はですね、ガラッと雰囲気を変えまして少人数でお送りいたします。先ほどの弦楽四重奏に加えてピアノトリオ、で、バックを演奏いたします。メンバー紹介いたします。ピアノ辻裕司、ベース、はい、バクト、ドラム、宇都宮幸太郎、そして第2部の進行、私、三宅圭介でお送りいたします。思い出します。10年前2013年箱根一の湯旅館でハレルヤシンガーズが誕生したんです。その時にこの歌も生まれました。ハレルヤシンガーズ、ジャバジャイ。
生ライブをお聴きいただきましたので、とりあえず発祥地の中国に行こうと、で上海からあの列車に乗りましてですね、次の駅に蘇州っていう町があるんですよ、そこの薬局に行ってこの歌を知ってきました。蘇州薬局お前に喋らせなきゃよかった Yeah.
toaster, life's sweet. Just to lift your feet to the side, the side, the side of the street. Now follow the sad, bitter back. You know the happy tune is Meister, life's all great. If the big jump feet on the side, the side, the side of the street. Don't you walk in the shade with my blues on parade? What a great romance. Like in the shade, yeah. Don't be afraid. You better hover up in yourself in the clover. Never had a cent, who cares? Oh, let's just walk around like anything. Go dance with all my feet on the sunny side, side of the street. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man.
テーマを聞いてあげました。すごかったよ。今スポットライトピンスポ来たよ。ね、あのちょっと聞いたんですが、ね、ケンコさんのお姉様がいらっしゃるってどちらに？お姉ちゃま、お姉ちゃま。お姉ちゃま。あ、まあ、どうぞ。ちょっとお出しください。ね、あの、ケンコさんは。やっぱり小さい時からああいうこう歌がすごく好きだったんでしょうか。そうですね、5人兄弟の、一番下の弟が内緒で生まれてくるまでは内緒で、あの時間がないんでそこは飛ばしましょう。はい、内緒で生まれてくるまでは下の末子として可愛がられたんですけど、兄弟4人、上が4人だと思います。お姉様は歌ってらっしゃるんですか？好きなんですけど、ちょっととこっこんじゃない。ああ、そうですか。前にね、あのコーラスグループの兄弟でサーカスの方にも聞きましたけど、あそこも生まれた時から皆さん、歌が好きで、こういうなんかパーティーがあると必ずハモっていたっていう、そういう意味でそれが仕事につながったというふうになりましたけれども、お姉様ありがとうございました。内緒の弟さんが生まれる話は終わってないと言ってるのを聞きますので、それでは、次の曲 Do You という曲なんですが、はい、その曲 Do You お聴きください。
というすごいプロデューサーで豪邸ならではのアレンジでお聴きください。